新入社員研修の真っ最中にもかかわらず、BTS のイケメンの新しいあだ名はすぐに SNS 上で話題を呼んだ。現時点でのアーミーにとって、業績、新音楽作品、秘密のコラボレーションなど、BTS メンバーに関連するニュースはすべて特別な関心を持っています。特に、少年たちの軍隊生活に関する情報が最も興奮しています。最近、オンラインコミュニティサイトで、あるネチズンは、現在軍事訓練センターで栄養士として働いている友人がいることを認め、V はもっと食べてもいいかと尋ね続けている。別の寮を、時々彼らが尋ねるとき、とシェアした。もっと食べたい人は他にいますか?と尋ねると、いつも最初に手を挙げるのは彼です。このため、レイ・オーバー歌手は入隊したばかりにもかかわらず、ヘルシールーキーというあだ名が付けられた。この人物はまた、トレーニングセンターの食堂で BTS メンバーの食生活を観察したことを楽しそうに語り、ファンを大興奮させ、この人は本当に飲食に熱い愛情を持っている、などのコメントを残した。V は入隊前、ウェバースプラットフォームでの生放送を通じて体力向上への決意を表明した。イケメンは、健康増進して体力をつけます。10回連続コンサートしても疲れません、と宣言した。男性アイドルはまた、将来は体力を必要とする楽しいゲームでもメンバーに負けないようになることを誓った。当初、アーミーは入隊前の V の特別な目標に不安を感じていたが、今では体力向上や食事量の増加に積極的に参加する V の姿を見てファンは安心したという。一方、V とチームリーダー RM は12月11日に正式に入隊した。彼らの除隊予定日は2025年6月で、それまでに BTS は兵役を終えた後、2025年に完全なグループ活動を継続することを目指しています。